警察官の制服姿に身を包んだ川澄奈穂美選手、秋田警察署の一日署長に任命されました。制服が非常にお似合いですね。ですよね、私もこれはちょっとユニフォームより似合ってるかもしれないです。そうそうそう、ぜひ新潟県警に。そうですね、お願いします。じゃあもうちょっと早めに引退して2011年のワールドカップでなでしこジャパンの一員として世界一を経験した川澄選手、アメリカのプロリーグに挑戦するなど長く女子サッカー界を牽引してきました。そんな川澄選手に特殊詐欺防止について発信してもらおうと一日署長への就任をお願いしました。今全国では特殊詐欺が非常に増えていて、我が管轄内でもそういった電話がかかってきたりとか、実際に被害があるといった報告を受けています。行われたのは特殊詐欺にまつわるクイズです。2022年新潟県内の特殊詐欺の被害額はいくらでしょう。1番約520万円、1番から3番までの選択問題でしたが、川澄署長の出した答えは自信満々で A 520万円だと思ったんですけど、すいません、はい、1番2番3番でした。ごめんなさい、ちょっとアメリカから帰った時なんで。県内の特殊詐欺の被害額は去年5億円以上に上っています。秋葉署管内では今月には860万円を騙し取られる被害も発生しています。今日は防犯機能付き電話が当たる抽選会も開かれました。他人事ではないなというふうに思いましたし、少しでも、被害が減れば、まあ、ゼロになればいいなという気持ちで、今日はここに来ました。そういったことをするっていうのは卑劣だなっていうふうに思いますし、もうレッドカードで永久に出場停止だと思います。警察は電話を受けて少しでも不審に思ったら家族や親戚など身近な人に相談するよう呼びかけています。特殊詐欺に注意してください。家族と話そう。おー